天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんごきげんよう。天才ピアニストタケチです。あのー気分を晴らす方法しようか。頼んでいい。気分が晴れへん時にどうしたらいいか。なんかこうモヤ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 するときに。今モヤモヤしてます。あそうですか。はい。 これねあのねおいしいものを食べろとかね風呂に疲れとか、はい、私そんなことは言いますそ,そんな単純なことはそんなことじゃなくてね1個目のことじゃない違ううんこれ一択なんですよこれね、はい、あのまあこれはもうほんまに何あの今回ばっかりは何の YouTube で見たとか、うん、そういうのではございません、はい、ただいいことをするなんかその自分のためにうん 時間使った方がいいと思いがちでしょ。もやもやするとき、自分に何か買ってあげたりとか、美味しいもの食べさせて、そうじゃないんですよ。これ意外と。違う違う。違う違うそうじゃ、そうじゃない。ね、マチも言ってましたでしょ。そうなんですか。鈴木雅之やね。ありがとうございます。サイレントでね、これだと思うんですよ。だからなんか今日一日なんかしょうもない過ごし方してもらったなみたいな日とかもあるじゃないですか。時間あったのに何もしてないとか。 そうういとかかねなん気分が晴れないなっていう時に自分にベクトルを向けるんじゃなくて例えばこれねまあ一番簡単な私がよくやるので言ったら何でもないけど好きな友達にプレゼント買うんですよ。とかであほんまちっちゃいもんでいいですよんかんか買ってそれあげの楽しみやんそれでちょっと明日が楽しみになったりするの だからこの前喋ってたことからおヒントにしてね、うん、とかでもええしあと、えー、これこれいいんですよあのー、多分電話したら喜ぶやろうなみたいな人に電話するおばあちゃんとか、うん、しばらく電話してなかった仲良かった友達とかに電話するとか、うん、あとはまあ普通にゴミ拾うねゴミ拾うこれはめちゃくちゃいい手短でね,でねそう無料でできるでしょ、うん、ゴミ拾うとか、えー、洗い物をするとかうん 自分ちの洗い物でもいいし家族で住んでんじゃったらみんなの洗い物するとかなるほどね誰かのためになるようなことそれが結局誰かのためになんかしてる時の方が幸福なんじゃないかと自分にとってこうんか自分が幸せなだけじゃなくてんかそれがねそうそうそうんかいろいろ自分でやってきた中で一番こう 劇的な感じがするなるほどね、うん、一番効き目があるというか、うん、なんかほんまただ後輩に一本ジュース買うだけでもいいんですけど、うん、どうですかそうやな、うん、そういう身近なことね。うん、身近なことでまあそういうことはそんなしてないかな,なんか、まあ、ジュース買うとかぐらいはしてるけど別になんかもうやりすぎてて当たり前になっててなんかいいことしたと思ってない感じはあるな,なんかそういう。あ あそうやなドリンクやとなななるほどな、うん、ドリンクやとはちょっともう特別じゃないっていう特別感全然ないまあまあなな結構芸人のジュースはなんか息をするようにね割とそうやね,そうやねちょっとあの自分が買う時に横におったら飲むとかそうそうそう,そうっていう感じになっちゃうもんな割とそうやな電話電話私自分がちょっと苦手やからなるほどねちょっとだけ苦痛になっちゃうからまあゴミを拾うとかうんうんうんだから まあ自分が使ってる使ってないにかかわらず整理整頓するとか拭くとかそういうことはうん、うん、あるかもしれいなそれはめっちゃいいと思いますねこうやって地盤は関係ないのに掃除して誰かのためにこうキープしてあげるとか、うんうん、いいなそのマンションの,、うん、あの下のゴミ箱とかでもいいんですよ。とか、うん、ほんまにそのトイレの洗面台のことこちょっとこう。 そういうのって、どういう現場であってもやるべきなんやろうけど、うんうん、なんか別に潔癖ではないねんけど、うん,うん、なんやろ、自分が認知してる人が、うんうん、人以外が触れてるものはちょっと触れるの苦手やねん。な <laughs> 例えば、万劇漫才劇場、うん、やったら全員知ってるやんか。だ、うん、からまあ、<と>例えばトイレであっても、うんうん えー、楽屋の机であってもはい、はい、全然触ったりとか物拾ったりとか余裕なんですけどうん、うん、マンションの公共の場のエリア、うんはい、花びらが落ちてるとか、はい、まあなんかちょっとでかめのゴミが落ちてるなとかあるんですけど、うん、犬 OK ってペット OK なマンションやからはははいはい、はいあなんかちょっとあグッドなの、ね、とかついてたらあれやなとか<ー>いろいろ思っちゃってまあいいこときっかけでねストレスたまるのは絶対ちゃいますからね。そうやなだから 認知してる。あれどうですかスーパーのあのカゴが大体いい斜めになってるのとかああれそれめっちゃやります。あ、それ、それでちょっと心が晴れませんか、はい、確かにね。誰が見てなくてもなんか。こうなってるのをドンとね。そうそうそう、そうやってあげるとか。<ー>そんなんとかはめっちゃいいですけどね。確かに。うんうんうん。なんか、結局私いろいろ考えて最近、うん、やっぱ結局これが一番その、 まあでもプレゼントはプレゼントは確かにそうやな。まあまあ買いに行く時間を作るっていうのがなかなか難しい,っていう。まあお金とね、時間とね。のはあるけど、なんかこう、この人のためにこれ好きかなとか、うんうん、こんなん持ったら持ってくれるかなとか食べてくれるかなとか思いながら、うんうん。しかも何もない日のプレゼントってほんま喜ばれるやん。うん、めっちゃしょうもなくてもさ、そもそも誕生日やからこれぐらいくれるやろうとか、うん クリスマスやからこれくらい来れるやろみたいなのがないやん平日ってああでもないからあんまりないかあお土産とかはね結構私あお土産ねお土産とか思うやんめっちゃ買うけどいろいろ行ったらねまあちょっと遠めの仕事とかあったらねそれこそこの間北海道行ったんでうん劇場とかにも買おうと思ってうんうんうんちょっとあそんなんめっちゃいいじゃないですかそういうのそういうのせやなだからなんか そうやな、それが一番なんかモヤモヤとするときな。モヤモヤとかしてなんかあんまこう自分が好きじゃないみたいなタイミングとかっていう時があるじゃないですか。なんか、うん、自分への評価が下がってるみときに何、はい、かそれやると一回こうなんていうの人も喜んでくれるし、確かに。なんか自分のためになんかするよりもう何倍も効果あるなっていう,う。でもほんまになんかよく言うあれやけどさ。うんうん 生活の乱れは心の乱れってほんまにそうでさなんかイラッとするなとかうんあしっくりこないなみたいな時に家帰ってきてうん、うん、洗濯物回すだけでもなんかちょっとそやな洗濯と掃除はめちゃめちゃ効果あるなうやうも掃除苦手やから徹底的にやるとかっていうことはないけどうん、うん、床が見えるだけでもなそうただ洗濯機に丸投げしてうんうん それ二周とかすんねん。うんうんうん。無理やり洗濯物作って。はいはいはい。え何それめずい。<laughs> いやれ、めずっこい。え、だから例えば、今やったら冬物の、冬、新、なんていうのもう正式な冬物を出すかどうか迷う時期やんか。まあちょっとそうやな。分厚い。 セーターとかまだちょっといらんけどでもちょっともう洗濯しとこかなみたいなああ、冬に向けてね前もってねはいはいはいそんなんとかをまとめてパパパパッとあーあーあーやって仕上がってるのを出した時とかははい,はい、はいはい、とか別にまだ洗うタイミングじゃないけどうん布団カバーとかシーツとかをうん夜帰ってきてねうんバって入れる時ありますねなるほどねうん確かにほんまにその気分晴れるというか、うん、掃除と風呂うん これ2つをサボったら絶対心やむよな、うん、そうやな確実にそうこの2つだけ掃除とお風呂と風呂あとあれ食事でインスタントとかコンビニばっかり連続で食べるっていうのはすさんでくるななんかな味濃いのばっかりまあ自分で作る味濃いのは別としてうん、うん、買ったやつ外、うん、食の味の濃いのは連チャンで続くとやむよななんか その限界来るな、自分の中でな。ん。なんかもう、これ、ちょ、ちょっとあったかいなんか、だしき鉄食べたいとか、あるある。なってくるからな。そうです。おでん自体な。あおでんいいな。おでんな。なんかおでんのつゆとかは別に買わないかったんですけど、なんか、あの、あごだし、おでんみたいな。あ、ありましたでしょパウチとかじゃて。パウチ、鍋のスープみたいに売ってるやつ、うわ、ええなと思って。おいしいだれやった、もう。あしうのやった。えぇ、早っ 去年あった私今年見つけたんやん去年私はライフで、うん、そのパウチのやつあごがのってるやつな <laughs> あれめっちゃ良さそうやなんか見るからにおいしそうというかそうそうそうあれにちょっとだけまあまああれ多分ストレートでできるやつやねんけどプラス水入れてうん、うん、でうどんだしちょっと入れてみうん、うん、えもうすごいアレンジしてるやん 一回あれでやらせてな一回あれでやりたいってあれだけやとなんでそんなうどんだしおいや美味しいねんけど、うん、ちょっとやっぱなにあの既製品のやつやからなんか濃いねんあ濃いんやまあストレートだしやからはあ、はあ、まあ多分一人で食べるからやと思うんだけどちょっとだけお湯を入れて、はいはい、少しねうどんだしをつけ出すことでいやいやそう企業がね努力してあの完成させた味なんでしょまた黒田さんに怒られるよ <laughs> ね、いやいやいや,いやメッセンジャーの黒田さんにねカレーのルー混ぜるって怒られてんねんからいっつねのあのうどんだしねはいはい美味しいですよねはいはいはい、うん、まあ,あれはね間違いないってかあれだけでいいですかね別に本来おでんなんかあそうやな基本あれを軸にしたら完成するものですからね、うん、いやちょっとおでんもいいです、ね、冬,冬になってきましたからねあとやっぱり気晴らしにはうん、うん、私最近よくやるんですけど深呼吸

酸素呼吸が入りにくい全然入ってへんから無気配無気い状態無気いサービスかいな無気配サービスやでこうほんまやったらね空気のいいとこでやるべきやけど普通にもう車の中とかでも確かにね姿勢もなんか治るしなしっかりこう肺を膨らますっていう、はい、意識的に全身をね ヘモグロビンをこうガーッと回してね、うん、まあ確かにそうすることでこう物理的に脳がパッとするというかううんうん、うん、普通にねそう、うん、でそういうのもあると思うね絶対そうやな<ー>だから結局意識せなほんま勝手にやってる分にはなんかもうほんまにさ、うん、このこれがマックスだとしたらこんぐらいでさほんとはこういかなあかんねん。<laughs> うん ょうすけさんも言ってたよ。ょうすけさんも言ってたで、ね、ロングブレスダイエットであれ。あれ、あれ汗かっからな、ほんまに。あれ、え、やったことあんのある。ええー。ふで、動え、マジでロングブレスのみあ、でも、うん。なんかエクササイズあんのいや、あの、お腹に力入れるだけ。えだその、体操的なのないってことない。ええー。<laughs> マジロングブレス。これのどれかを採用してね、皆さんご機嫌に過ごしてください。おやすみ。ハレルや。ヤ。 チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな私もするのよ登録してみたらどうどう